今日はなんだー。今日は漫画、パパと親父のうちご飯6巻に出ていたサバ味噌に挑戦だ。初めて見る包丁の使い方だ。さすがに骨だから、硬いみたいだ。そういえば、なんでサバ味噌なのさー。サバ味噌登場回の苦労話におっさんが共感したらしい。苦労も努力もしてないおっさんがどうやって共感する。ね、熱湯で臭みを取ったら、沸騰したお酒の中に漬け込んでいきます。おっさんだっていろいろと悩んでるんだと思うぞ。おっさんは今でも何も考えずに生きてるの。って質問を否定できなかった男だぞ。調味料を入れて落とし蓋をしました。みんな違ってみんないい。よくはないが、次は生姜を刻む作業だ。熱湯、酒、生姜、何重ものにおい対策だろうな。そんなに臭い魚なのか。傷みやすい魚の代表だからな。へえ。サバを読むって慣用句も、傷みやすいサバをざっくり数えたところから来たらしい。よっしゃー、今日はうちがお弁当の中身をご案内するよー。おう、よろしくお願いします。フライパンの頭の横にあるのがサバ味噌、ブロッコリーごま和え、チーズフライ、冷凍、からしレンコン、おつまみの余り、プチトマト、上の段、お嫁さんの麻婆豆腐、最後は彩りすし太郎。今日の感想は誰からかな？今日は息子くんだぜー。息子くんは申し訳ないけど麻婆豆腐が美味しかった、って言ってた。子供に気を使わせるなよ。これは、パパと親父のうちご飯のスピンオフ的作品、家で飲むお酒に合うつまみなんかをテーマにした、パパと親父のうちの身に出てくる、ハムチーズカツだ。調理風景がないのは、別に撮影し忘れたとかじゃないよ。ニコニコ町会議、超料理コーナー記念第3弾、飼育さんのフランス料理、前後品のコースメニュー作ってみた、より、かぼちゃのニョッキバターソースと豚バラ肉の赤ワインに2挑戦。まず、豚バラの気持ちで豚ロースを焼いていくわね。まずはレシピを守る気持ちを大切にしてほしいな。焼いたお肉を炒めた野菜に投入。飼育さんの動画の後に見ると、おっさんのあらゆる作業がひどいな。浸るぐらいに赤ワインを入れたら、続いてこれ、隠し味のチョコ。隠し味か、本格派っぽいな。ポートワインなんかを入れてもいいってあったけど、おっさんはポートワインを知らないからパスね。一応、これ神版なんだけどなぁ。グダグダに終わってるうちに次の料理、かぼちゃのニョッキ、バターソース、本来、ソースに入れるはずのクリームをなぜかかぼちゃに混ぜ込むおっさん。レシピ覚えてなかったのか。レシピは印刷して目の前にあるの。そこまでしても間違える。それがおっさんよ。天ぷら粉入れてたぞ。強力粉がなかったから、天ぷら粉が代用になる気がして混ぜたらしいわ。ダメだ、抵抗する要素がみじんもない。おっさんはこの時点で間違いに気づいてないけどね。そっか、茹でればなんとかなるかもしれないな。茹でてできたもの。それは生ゴミでした。ここで、失敗に気づいたおっさんは一計を案じる。やかためるサバ天。かぼちゃには火が通っているから、ひょっとしたら案外ありかもしれない。全然でっかーい。私にいい考えがある。今さらなんとかなるのか。任せなさい。当動画の料理は飼育さんの料理とは一切関係ありません。あらかじめご了承ください。これでよし。お弁当の中身紹介するわよ。あ、お願いします。豚バラ肉の赺ワインにほうれん草ごま和え、冷凍プチトマト、クリーミーかぼちゃも、クリーミーかぼちゃもち、クリーミーかぼちゃもちよ。上の段、お嫁さんの肉じゃが、最後に日の丸。今日の感想は娘さん、おクリーミーかぼちゃもちが好評でした。クリーミーかぼちゃもちが美味しかったんだって。ビクトリーかな。今日はイギリス料理にあるまじき、安定の美味しさを持つ食べ物、スコッチエッグに挑戦。イギリス料理、ひどい言われようだな。前回と違って今回はうずらの卵を使うことで、お弁当向きのサイズを目指していくわよ。サイズが改善点なわけか。前回の豆知識でスコッチエッグのスコッチはスコットランド風って意味って言ったわよね。でもスコッチエッグはスコットランド料理ではないんだよな。そのスコットランド料理ってのが美味しいらしいの。
そうなんだ。ロンドンの料理家が命名したっていうから、まずいイメージのイギリスより、美味しいイメージのあるスコットランドにあやかったんでしょうね。産地と商品名がずれてるものは昔からあったんだな。それより、一番心配なのはおっさんよ。でも、最近は揚げ物の失敗は少ないじゃないか。ほら、いい感じにできた。綺麗に上がってるぞ。側が破れて卵が見えてるわね。次だ、次のスコッチエッグ。破れてるわね。破れてる面隠した。そしてご飯の炊き忘れまでは隠せない。どどど、どうするんだ。ご飯なしはきついぞ。レンジで温めるご飯を使うしかないわね。それじゃ、お弁当の中身紹介。お願いします。右下から成功したスコッチエッグとカットしてごまかしたスコッチエッグ、チーズインちくわの磯辺揚げ、冷凍。ネギマ、ひじきの煮物、冷凍。枝豆とプチトマト、上の段、かぼちゃコロッケ、冷凍。おにぎり3つ。今日の感想は誰かな？お嫁さん、おにぎりが美味しかったんだって。よりによって、今日のおにぎりか。おはようございます。今週は久々のスイーツ挑戦あるです。おはよう、休日出勤のロンロン。おはよう、卵液が飛び散ってる。汚い。速やかに拭き取って次の作業、クリームチーズの登場。クリームチーズで何作るの？チーズケーキを作っていきます。ある。ここでおっさんは持っていたスプーンの存在に気づき、速やかにクリームチーズを入れることができました。ある。すげえ、おっさんすげえ。自分が持っているものにも気づかないとか。ゴムベラでおしゃれに調理をしたかったのですが、諦めてしゃもじで砂糖とクリームチーズを混ぜていきます。ある。こんにちは、二代目しゃもじの妖精です。私は中華担当です。ある。今日、中華じゃないよ。人手が足りない時にもお手伝いに来てます。ある。また麺ザル使ってる。おっさんは麺揚げザルで小麦粉を入れるコツがつかめてきたって言ってました。ある。です。髪をくしゃくしゃしてる。オーブンシートがなかったのでクッキングシートで、なんとかするつもりです。ある。美しさのかけらもない手だ。まあ、おっさんに美しさに関係する部位はないけどな。ははは、最後に180度で40分焼いたら出来上がりです。ある。おお、平べったいけどチーズケーキっぽい。大きなミスはないように見えます。ぺちゃんこだけど、家族の感想はもらえたの？家族からは、美味しかった、との感想をもらいました。あるです。それじゃ、せーの、ビクトリー。おはようございます。ここからはコメントに答えていく、本編には関係ないおまけコーナーだぜ。後ろに映ってるのは、今週の厚焼き卵です。早速コメント紹介いこうぜ。おっさん宛てから、おっさん最近太ったんだけどいいダイエット方法ない。ゲームしながらチャリみたいな機械をこげば楽です。来年にはきっとお互い腹筋バッキバキになりますよ。できない口約束。次のコメント、そうだよ、出るんならちゃんとイベント詳細告知した方がいいよ、わらわら。というわけでポスターを貼り替えてみたぜ。当日は超料理ブースの隅に座ってるから頑張って探してね。次のコメント、キャラに喋らせるの大鏡みたいで草。俺はじいさん役とか嫌だぜ。ネクスト、まだガラケーなのか。まだガラケーだぜ。次のコメント、最近社名丸とかカッパとか出さないね、おっさん。皆様お待たせしました。私社名丸あやは新シリーズ旅動画初期不良の聖火さんにて登場、よろしくお願いします。制作中。アップ日未定。次は人生相談かしら。小学生6年生になったのですが、算数などについていせる気がしません。アドバイスをください。まず小学1年生の問題から順番に解いていくぜ。どこがわからないかはっきりさせるためね。わからないところにぶつかったら先生に聞くといいぜ。ちゃんとした勉強法を教えてくれる人を選びましょう。恥ずかしがらず、そしてしっかり勉強に時間を当てることができることを祈るぜ。次のコメント、今回は多いな。実録映像に力入れるのはいいけど怪我とかしないようにね、おっさん。大体怪我してるから心配しなくて大丈夫だぜ。次で最後のコメント、じゃあ私はうぷ主をねぎらおう。ねぎだけに。次にいただいたイラストを紹介。サンキュー、サンキューなんだぜ。最初に犬ら、
さん、ヒデゴンスさんはじめまして、毎週楽しく動画を拝見させていただいてます。トヨちゃんが可愛くて大好きです。ダッシュオウム、低クオリティですが良ければ受け取ってもらえたら嬉しいです。ダッシュオウム、これからも動画投稿、頑張ってください。陰ながら応援しています。元気のいい感じが伝わってくるぜ。季節に合わせて桜の飾りも入っているわね。次は KIKKO、デイ、さん。はじめまして、2回目、突然のリプすみません。前回のフライパンのフライパンに続いて今回はしゃもじの妖精のしゃもじを書かせていただきました。フライパンほどのインパクトはないかもしれませんが、ぜひ受け取ってください。そして動画投稿頑張ってください。応援してます。これは私のイラストってことでいいのかしら。いや、ひょっとしたらトヨをイメージしてるかもしれないぜ。それでは皆さん、ここまでのご視聴お疲れ様でした。前回も1000近くのコメント。300を超えるマイリス、ありがとうなんだぜ。タグ、商品登録、ツイート、スレマにも感謝。それじゃ、皆さん。いってらっしゃーい。だぜ。